皆さんこんにちは、もちあにです。ということで本日7月22日はラブライブ矢沢にこちゃんの誕生日です。おめでとうございます。にこちゃんおめでとう。ということでちょっとテンションが上がってます。はい、ということで、今日はですねにこちゃんのこちら、誕生日フィギュアが届きましたので開けていきたいと思います。もうね、まあ金曜日なんですけども、多分今週頭月曜日ぐらいには届いてたかなと思います。ということで、まあせっかくなのでね、撮っておきました誕生日今日開けたいと思います。いやー楽しみですね。でこのシリーズで言うと僕はね、よいしょ、マキちゃんを持ってます。ということで2体目ですね。まあニコマキは揃えたいなということで、マキちゃんとニコちゃんを買いました。まあニコちゃんはね買う予定だったんですけども、いやー楽しみですね。もう写真を見た限りかなりまた出来が良さそうなのですごく楽しみです。電撃屋ですね、ラブライブバースデーフィギュアプロジェクト矢沢ニコ、価格は 11,880 円で、これ予約、まあ Amazon とかで見ても売ってるんですけど、まあ予約限定になってます一応。で、また特典として、バースデーフィギュアプロジェクト矢沢ニコ特典クリアファイル&メッセージカード。またこのねメッセージカードね、マキちゃんの時に、開けて初めて知ったんですけど、このメッセージカードがねめちゃくちゃいいんですよ。はい、ということで、まあ今回は商品の紹介というよりは開けていくという形になります。そして見えてしまった、ありましたね。もうプチプチの向こうにニコちゃんがいます。さあお迎えしましょう。ドン。おお、クリアファイルは一旦置いといて、はい、こちらがフィギュアですね。もううっすら見えております。はい、でフィギュアを置いて、でこのねプチプチの中に一緒にクリアファイルも入ってますので取り出しちゃいましょうか。よいしょ、するん。はい、ってことでデザインは一緒ですね。こちらが特典のクリアファイル、予約特典ですね。で表はこんな感じで、現在ねビニールに入ってるんですけれども、裏はこんな感じで誕生日が書いてありますね。7月22日で、ここがメッセージカード。これはもうちょっと後でね、最後に読もうかな、メッセージカードが入ってます。ということでちょっとね段ボールは一旦置いて、フィギュアをまた簡単にですが開けて中見てみましょう。はい、では行きますよ。オープン。じゃーん。おー、すごいすごい。はい、こんな感じですね。外パッケージ見ていただきましょうか。おお、待ってましたからね。こんな感じ、ぐるっと。よいしょ。で、また側面で正面と、いうわけでございます。底面はこんな感じ。そして上はこんな感じで名前も載ってます。ニコ矢沢。そして、端っこに、ここにね、ろうそくが立ってまして、9本ね、並んでるんですけども、7月22日と書いてあります。では、開けていきましょうか。矢沢ニコ、スケールは8分の1、全高約 18.5 センチと、なっております。いやー、楽しみですね。マキちゃんも本当にね、バースデーフィギュア可愛かったので、これも期待できますよ。サイドのビニールを切って、これね、マキちゃんの時で覚えてるんですけど、なんか開けるのが難しかったんですよね。箱がね、若干ベリってなっちゃうのを防ぎたいんですけども、いけるかな？ビニールがあと1箇所あった。では、いきます。これの、あ、でもね、ここに入れてこう開けると破れちゃうから、まあ、早く開けろよって話ですね。開けます。開けますよ。よっ。ちょっとね、メリってなっちゃうのはもう、しょうがない。おぉ、おぉ、しょうがないから、痛い。わあ、書いてありますね。ここ。サインが入ってます。ニコ矢沢、入ってますね。では、初対面です。いきますよ。多分またね、この中の仕切りがステージになってると思うんですけど、おーおー、後ろ姿が見えるよ。後ろ姿が見える。ちょっと、ここは折ろうかな。はい。いきます。ちょっと後ろのまま出そうかな。だからこうか。こう出します。いきますよ。せーの、ドン。ドン。
よ、あ、出てきた出てきた、まだカメラ越しでしか見てないよ、カメラ越しでしか見てない、ドーン、おーおーおお、かわいいかわいいぞー、よかった、うわっ、買ってよかった買ってよかった、めっちゃかわいい、すごい顔似てると思うぞ、これはちょっとアップで見ていただきましょうか、すいませんね、ちょっとほぼ無計画に動画撮ってますけども、ほらこの角度いいんじゃない、めちゃくちゃ可愛い、まあ、この角度というかね、もうどの角度でも可愛いですよ、ちょっと上から覗いてみたり、あー可愛い可愛いですね、しかも衣装も特に汚れ等は傷等はもちろんないですよね、ドアップでお送りしてました、すいません、おー綺麗綺麗、なんかここの付属のパーツみたいなのは何だろう、これはこんなのあったっけ、なんだろうな、あでそうか、びっくりマークなんですね、台座は、マキちゃんはラブライブのアイマークか、アイマークっていうかアイね、へえ、じゃあちょっと出してメッセージカード読んで終わりましょうか、いやーちょっとほんとテンション上がってますよ、わかった、このなんかね、この謎のパーツみたいのが入ってるんですけど、ちょっとピント合ってないけどね。これは多分、びっくりマークの長い棒と丸をくっつけるやつですね。バラバラに入ってます。ほうほうほう。でもいいや。もう今出して、組み立てちゃいましょう。ちょっと、今日の動画は長くなりますよ。お付き合いください。はい。台座が出来上がりました。手離してもね、大丈夫です。で、裏側は、こんな感じで、まあパチンと止める感じですかね。なんか、がっつりはまらないんですけど、まあこんな感じです。まあこの横の体勢にすることはないですからね。フィギュアを置くとなるとこの体勢ですから、まあ問題ないと思います。ということで、台座が出来上がりましたので、フィギュアを初タッチ。よっ。おー、かわいい。よいしょ。ちょっとね、丁寧に取り扱いましょう。そして左腕に、なぜかここだけもビニールが被ってます。はい。こんな感じ。ちょっとアップで見ていただきましょうか。ちょっとね、まあ、今回は開封なので、別でもしかしたらこれは動画作るかもしれません。とりあえず今回は開けたよという動画になります。うわ、でもこれ、かわいいな、ほんと。ね、こんな感じでも、ね、このブーツがまたテカってんのがね、いい。こんな感じ、ぐるっと。気をつけて。よいしょ。裏側はこうです。いやー、後ろ姿もいい。はい、こんな感じでございます。はい、また正面と。で、ちょっとまた、バストアップで見ていただきましょうか。こんな感じでございます。いや、これはいいんじゃない？ほんとさっきも言いましたけど、どの角度から見ても、可愛いですよね。これはすごい。こんな感じでございます。いやー、買ってよかった当時。買ってよかった。で、台座と合わせましょうか。びっくりマークの長い、こっちで、ちょっとね、僕の親指があるところに、足を乗せるパーツがあるんですけども、ここに合体。確かね、マキちゃんの時もそうだったんですけど、片足で設置するようになってます。設置できました。簡単ですね。はい。手離すよ。パンと。いうことで、おー、完成しました。ちょっとマキちゃんもおいで。マキちゃんもおいで。ということで、はい。この後発売されるのは、8月のほのかで終わりかな？それでもうみんな出ましたよね、多分。はい。ということで、僕は2個巻きを買ったんですけども、いやー、両方ともね、いい商品です。ということで、もうね、一番好きなニコちゃんのフィギュアゲットできたし、誕生日のね、バースデーフィギュアプロジェクトですから。そして、何より、もうさっきからずっと言ってるんですけども、顔が可愛いということで、いやー、ほんと大満足です。うおー、もうずっとね、この後眺めてちゃいそう、はい、眺めてちゃいそう。はい、ということで、テンションマックスなところで、メッセージカードを読みましょうか。いや、ほんとね、可愛いんですよ。はい。動画がどんどん長くなるから行こう。行きますよ。よいしょ。
クリアファイルのね、後ろにメッセージカードありますので丁寧に出しましょう。はい、クリアファイルからメッセージカード取り出しました。クリアファイルはね、このままビニールの、まま保存したいと思います。そしてメッセージカードがこちらですね。ピンクに、from you と書いてあります。で、裏にはfrom you じゃないね、 for you だよね、間違えました。 for you で、こっちには from ニコと書いてあります。いやー、今回はどんな内容なんだろう。今回はというか、マキちゃんの時がね、結構長いメッセージだったので、ちょっと今回も期待しちゃいます。まあ僕がちょっと代わりに読み上げさせていただきますけども、ご了承ください。ではメッセージカード、シュン、召喚、召喚はヨハネだ。いきますよ。 For you、 なんだろう、ちょっと僕もカメラ越しで初対面、いきますよ。オープン、じゃん。お、ちょっと字が反転してて読みづらいけど、今日は宇宙で一番可愛い子が、この世、地球に生まれてきた一年で一番ハッピーな記念日に、こう世界中で一緒にお祝いしなくっちゃね。見えますかね。いつもみんなを笑顔にしちゃうニコニーから、誕生日も君に笑顔のプレゼント、一緒に笑おう、はいニコニー、ということで最後サインですね。いやー、泣きそうです。やばい、はー、いいですね。こんな感じで、ほんと一言じゃないんですよ、結構長いですよね。そして SD というか、ちょっとデフォルメのニコちゃんがいます。いやー、これはまたいいですね。笑顔にさせていただきました、ニコちゃん、ありがとう。ということでメッセージカードはね、また素晴らしい内容となっておりました。ということで、これは大事にしまっておきたいと思います。はい、ということで今回は誕生日記念ということで、矢沢ニコちゃんのバースデーフィギュアプロジェクトを届いたですね、こちらを開封していきました。まあ本当に紹介というわけではなく、開けただけなので、ちょっとざっくりした感じになってすいません。そしてメッセージカードですね、マキちゃんの時もそうだったんですけども、今回も素晴らしい内容でございました。本当みんながね、笑顔になるニコにありがとうということで、おめでとうございます。これは、さっきも言ったかな。現状ちょっと今飾るスペースがないので、さすがにこれこのまま置きたくはないので、まあ別でケースを買うか何か、対策はしつつ、これはね、飾っていたいので、出しておきたいと思います。はい。ということで、ちょっと今回は長めの動画になったかなと、思うんですけども、テンションがかなり上がってます。はい。ということで、ニコちゃんの誕生日記念の、バースデーフィギュアプロジェクト、フィギュア開けてみたという動画でございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。おめでとう。